左右楼内部首牢奥院、カラモンハイデン内部現存する旧文み院、霊廟奥院注文踏み屋霊廟は、江戸幕府六大将軍、徳川家信の,の霊廟建築。芝増上寺に造営された。豪華な彫刻で飾られていたが、東京大空襲で消失した。江戸幕府第六大将軍、徳川家信は、聖徳2年10月14日に死去。霊廟は、 増上寺系大北側に設けられた。霊廟の混流は同年12月から開始され、翌正徳3年9月に完成している。霊廟は1930年5月23日、当時の国宝保存法に基づき国宝に指定された。1945年、太平洋戦争の空襲で大部分の建物が消失。 家の部の墓所は1958年に発掘調査が行われた後、改装されており、現在は、増上寺愛国土の裏の徳川家墓所に墓堂が建てられている。以下の建造物が国宝保存法に基づく国宝に指定されていた。文み金き廟霊は、増上寺本堂北側の北お玉屋の南半部を占め、東を正面として営まれていた。所在地は、 現在の港区市公園、東京プリンスホテルの敷地にあたる。霊廟建物群の配置はおおよそ次のようであった。霊廟の入り口には二点門。これをくぐると、左前方に直学門があり、直学門の左右に外須かし塀がある。直学門をくぐり、参道を進むと、右に首郎、左に水盤車、その斜め後方に井戸館があった。 山道を進んだ正面には中門及び前路、その左右に左右路があり、左右路から発するナイスカシベイがお玉屋を囲む。お玉屋は本殿、僧の間、廃殿を一体とした根源づくりである。僧の間の左方に渡り廊が接続し、本殿背後には奥院への入り口である仕切り門がある。奥院は三区画に分かれ、左の区画に文み明院。 中央に新徳院、右に秋の院と聖官院の宮の宝刀がある。奥院の各区画は柄門及び前路、透か兵衛、拝殿、中門、並板衛、宝刀から構成される。本殿は型三軒、入りもや作りで、組物等を国彩式、その他は彩色、漆塗り、薪絵等で装飾し、投げ市場の壁面は装飾彫刻で飾る。 拝殿は、桁行七間、島、張馬三軒、入萌屋作りで、本殿、拝殿館を桁行七間、張馬一軒の総の館でつなぐ。以上の建物は、道川原武器とする。奥院宝塔は、円柱形の塔身の上に、宝行屋根を乗せた形式の銅像塔である。同じ増上寺にある大徳院霊廟では、本殿は、片見間も腰付けとしていたのに比べると小規模になっている。 奥院法刀は、大徳院霊廟では、大屋内の木造刀であったが、文明院霊廟では屋外に立つ、銅造刀となっている。徳川将軍のうち、四代家綱と五代綱吉の霊廟は、上野官営寺に、二代秀忠、六代家信及び七代家継の霊廟は、増上寺に営まれたが、強法の改革を行った八代将軍吉宗は、お玉屋の建立を禁止した。 このため、吉宗以後の将軍の霊は既存の霊廟に、行使されるようになり、奥院の宝刀のみが新設されるようになった。なお、九代家重、十二代家吉、十四代家持の宝刀は、増上寺、八代吉宗、十代家春、十一代家成、十三代家貞の宝刀は、寛永寺にあり、十五代吉信の墓は、谷中霊園に隣接する。 関英寺徳川家墓所にある。文明院宝刀新徳院宝刀秋の林印。法堂霊廟は1945年3月10日に空襲に遭い、旧国宝指定物件の21棟のうち、奥院宝刀と奥院注文を除く19棟、不指定の15棟のうち宝刀3基を除く12棟、不指定の同章、不指定の同等牢138基のうち43基が消失した。 これら消失物件は1949年10月13日の漢方告示で正式に指定解除された。焼け残った奥院宝刀及び奥院注文と不指定の新徳院宝刀、聖官院の宮宝刀、秋野林宝刀、道東老95期は1950年の文化財、保護法施行後は重要文化財となった。また、 以下の5期の宝刀は、文み焼き霊廟の隣接地にあったもので、元は、高志原陰礼拝所の不指定であったが、同礼拝所の戦災消失後は、文み焼き霊廟の不という扱いになった。戦災消失を免れた道刀郎95期は、現一から移動したため、1957年7月24日付で、重要文化財の指定を解除された。 同じく戦災消失を免れた奥院宝刀及び奥院注文と不指定の宝刀発揮は墓地の改装に伴い1958年5月14日付で重要文化財の指定を解除された。以上により、文明院霊廟関係の重要文化財はすべて指定解除されている。徳川家霊廟に埋葬されていた徳川将軍夫人、 即室らの遺骨は1958年に学術調査が実施された後、霧ヶ谷西場でダビに付され、増上寺愛国土の裏の増上寺お玉屋に改装された。増上寺愛国土の裏の増上寺お玉屋には、優勝院宝刀、厚志院宝刀を含む90用文化財の宝刀発揮が移設されている。また、旧踏み明金霊廟億院注文が、 同墓所入り口の門として転用されている。なお、継承院法等、天芸院法等、広大院法等は、増上寺には残っていない。ありがとうございます。